ご視聴いただきありがとうございます。橋野でございます。今回はスウェットエコノミーのクイズ、またね、2つほど追加されましたので、解説していきます。はい。まずはね、このトップ画面のラーンっていうところですね。はい。押していただくと、このミッキーマウスのイラストと、あと、あやラボですかね。はい。のクイズが追加されてますので、それぞれね、回答していきます。じゃあ、まずね、ミッキーマウスの方を選んでいただいて、はい。で、ここから解説続きますけれども、まあ、英語なのでね、ちょっとわかりにくいよということなので、いつものように日本語訳表示していきます。はい。カブニエコシステムとチェンジメーカーの役割。カブニエコシステムは、ベンチャーズ、ランチパッド、カブニ X などのプログラムを含む強力なネットワークであり、すべてチェンジメーカーをサポートするように設計されています。これらのプログラムは、新しいアイデアの推進、大学の研究やスタートアップの支援、事前プログラムへの資金提供を支援し、誰もが教育、公平性、世界への配慮を重視した未来に貢献できるようにします。権限付与におけるカブニコインの役割。カブニコインは単なるデジタルマネーではありません。それは私たちのエコシステムに力を与えるための重要なツールです。このコインは、革新的なアイデアの表彰からコミュニティ内での取引や寄付まであらゆることに役立ちます。チェンジメーカーズはカブニコインを使用して、ステイクアフューチャープログラムなどの重要なプロジェクトをサポート及び参加し、コミュニティ主導の経済の構築を支援しています。多様な役割がカブニの変化を推進。カブニでは様々な役割が連続してイノベーションとコミュニティへの参加を促進します。チェンジメーカーは、革新的な研究プロジェクトや事前プロジェクトを主導します。ベンチャーパートナーは主要な取り組みに資金を提供し、研究者は教育を推進し、コミュニティマネージャーは接続性を強化します。テクノロジーイノベーターは持続可能なテクノロジーを開発し、チャリティーアンバサダーと金融イノベーターは社会的影響を高め、政府などのツールを管理して従来のフォーマットと NFT フォーマットの橋渡しをします。未来にかけると、17+1イニシアチブ、ステークアフューチャーは単なる投資プラットフォームではありません。これはデジタルインクルージョンに焦点を当てた17+1の国連の持続可能な開発目標への深い取り組みです。この取り組みによりデジタルアクセスを改善しながら、貧困や気候変動などの大きな課題に取り組むプロジェクトを支援し、投資することができます。また、これらの目標を支援する慈善団体や革新的な新興企業にも資金を提供します。カブニでのチェンジメーカーとしての取り組み。カブニのチェンジメーカーとしてあなたはプロジェクトに取り組むだけではありません。カブニコインを使用するとテクノロジーと究極の推進に役立ちます。あなたの取り組みは慈善活動を支援し、イノベーションを通じて地球規模の問題に取り組みます。カブニはチェンジメーカーやスーパークラブなどの NFT を提供しており、機能への早期アクセスやイベント参加などの特別な特典が得られます。今後の NFT は持続可能な開発目標に焦点を当て、プラスの影響を与えるという当社の取り組みを示しますと。はい、ということですね。で、ここからクイズの回答に入りますのでね、クイズ自分で回答したいという方はここで動画を止めてください。はい、それではね、回答表示しますけれども、はい、回答は3番目、2番目、4番目、1番目ということですね。じゃあね、中身見ていきますけれども、株式を確保するためにカブニは今後の投資ラウンドでどのような革新的なオプションを提供していますかと。これは安全な NFT ですね。カブニコインはエコシステム内でユーザーにどのように力を与えますかということで、こちらは参加と権限付与を促進することでということですね。はい。で、3つ目、カブニが提唱する 17+1 の持続可能性は何を表していますかということで、このプラス1ですね。こちらはデジタルインクルージョンということですね。最後、カブニでイノベーション、研究、事前活動を主導するのは誰ですかということで、チェンジメーカーということになりますと。はい。で、全問正解するとね、1スウェットもらえますと。で、その後ですね、このカブニの広告ね、画面になりますので、で、このジョインクエストフェストですか。はい。こちらをタップすると、はい。こんな感じでね、ブラウザーが開きまして、なんか今、キャンペーンやってるみたいなので、ね、まあ、キャンペーン参加したい方は、このままね、続けて参照していただければと思います。
はい、じゃあね、もう一つの方のアヤラボの方のねクイズも見ていきたいと思いますけれどもね、こちらも英語で解説してありますので、またね日本語訳で見ていきますと。はい、アイラボの紹介。アイラボプラットフォームは Web3 プロジェクトがモバイルアプリ経由でユーザーと接続し、ユーザーウォレットトランザクションをシームレスに配信するためのワンクリックソリューションを提供します。アイラボはゲーミファイを通じて Web3 を利用したゲームを公開しており、そのゲームは累計500万ダウンロードと250万のユニークなアクティブウォレットを記録しています。このユーザーベースによりアイラボはベース、マントル、OPBNB、スケールなどを含むパートナーに1億件を超えるオンチェーントランザクションを提供してきました。アイラボはユーザーを直接獲得するためのプロジェクトを推進するネットワークであるアイラボトラフィックループを立ち上げていますと。アイラボのパートナーシップ、アイラボはワームホールクエリーをアイラボトラフィックループに統合し、 Web3 ユーザー獲得に革命をもたらし、ベース及び OPBNB チェーンを活用してプラットフォームを構築するためのコア技術スタックを形成しました。当社のゲームプラットフォームであるゲーミファイのブランドアンバサダーは国際クリケットのスターであるジャダブ・カーンであり、 PSL を3回優勝しているイスラマバードユナイテッドチームと提携しています。すべてのパートナーのリストは次の通りですということで、はい、こちらにねパートナーが書いてありますと。トケノミクス、アイラボトラフィックループの広範な採用を促進するためにガバナンストークン ATL を導入します。 ATL 所有者は ATL のトラフィックがどのように割り当てられるかを集合的に決定できます。プロジェクトを構築している場合は ATL に接続されているアプリのアプリ内でユーザー獲得キャンペーンを実行できます。さらに ATL はスマートな機能を提供します。契約に統合された広告をモバイルゲームに適用することでユーザーエンゲージメントを簡素化しリーチを拡大します。プライベートセールは5月末頃、一般セールは6月中旬頃を予定しております。業績、当社のゲームプラットフォームであるスポーツゲームプラットフォームであるゲーミファイはファンにエキサイティングなトーナメントスタイルのスポーツゲームを提供します。当社は2023年12月に、ディッパーラダーで堂々1位の座を確保し、続いて2024年1月にはマントルジャーニーで賞賛に値する第2位のランキングを獲得しました。ゲーミファイの主力製品であるクリケットファイフライは世界初のプレイツーウィン Web3 クリケットゲームですと。当社の画期的な成果は月間平均 UAW の観点から2023年のスポーツ Web3 ゲームのランキングで第1位としてタップラダーによって取り上げられましたということで、結構ねなんかすごいゲームゲーミファイなんですね。はい、初めて知りました。はい、じゃあねここからクイズの回答をしていきますけれども、はい、回答はこのようになりました。3番目、1番目、3番目ということですね。はい、じゃあねクイズの内容を見ていきますけれども、アイラブはガバナンストークンとしてどのトークンを販売しますか、発売しますかということで、 ATL というねトークンを発売しますよと。で、 ATL のプライベートセールがね5月末から行われますというのと、 ATL の一般販売ね6月中旬から行われますということで、はいね、興味ある方はねこのアイラボのねプレセール参加してみていただけたらと思います。はい、ということでですね、今回はこのね、上の2つのクイズの回答を共有しましたけれども、過去のねクイズについても動画撮ってますので、まだねこの辺のクイズ紹介してないという方は過去の動画見てね回答していただければと思います、ね、Listen to Music についてはこちらの動画ですね。はい、で Join World of コガエアについてはこちらの動画、はい、でマキシマイズゲインズウィズ AI トレーディングについてはこちらの動画ですね。はい、で、はい、AI パワードというクイズについてはこちらの動画、はい、で最後ねまとめてこのセキュアユアクリプトから下のクイズについてはまとめてね解説していますので、こちらの動画を参考にしていただければと思います。はい、ということでね、スウェットコイン、スウェットウォレットまでやってないという方はこちらの QR コード読み取っていただいて、アプリダウンロードして始めていただければと思います。はい、で詳しいね遊び方とか、あとわからないことについてはね全部ねこちらの再生リストの方でね、
動画まとめてますので、何かわからないことあったらこちらを参照していただくと、ね、問題が解決する手助けになると思いますので、参考にしていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。